皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回も、SD ガンダムバトルアライアンスの続きをやっていくよ。前回はほとんど会話パートでしたから、今回はサクサク残りの結果団メンバーを探していかないとですね。あんなに長いのはさすがに僕も予想外だったよ。まあでも大きな声では言えないけど、これからはハーメスさんも協力してくれるみたいだから話をした意味はあったね。協力と言っても基本的には管理システムに操られてるんですけどね。きっとどこかで完全に裏切ってくれるから、まあハーメスさんの協力は後のお楽しみとして、それじゃ早速残りの鉄火団メンバーを探していこう。ここがティターンズの拠点？敵は？もう配置についてるね。神夢、どこへ潜り込んだのだ？そんなわけでミッション開始。今回のミッションはティターンズの拠点を襲撃はするって内容みたいだね。クワトロ隊と一緒にやっていくんですね。というかなんか視界悪くないですかね。これじゃ襲撃するにしても戦闘に支障が出るんじゃないですかね。今回の作戦は奇襲的な側面もあるから、そんなに正面での戦闘はしない方向性なんじゃないかな。むしろこの視界の悪さを利用してゲリラ戦術でやっていくみたいだしね。おっと、そんなわけだから見つかる前に監視塔を破壊していかないと。モビルスーツの戦闘なんて音でわかるような気もしますけどね。そこは雪が音を吸ってくれるとかなんとかで大丈夫だって。さすがにそれは楽観主義すぎませんかね。まあ音でバレても最終的に全滅させればそれはもう見つかってないようなものなんだよ。あ、まだ破壊できてないのか。これで破壊完了っと。監視塔意外と硬かったですね。モビルスーツとの戦闘での流れ弾で破壊できてると思ったんだけどね。さてと、マップを見る感じ監視塔はまだ3つあるみたいだし、とりあえずこれを破壊していけばいいのかな。全滅させるって穴がちまちましてなかったんですね。おっ、あったあった。というか本当に視界が悪いな。これロックオンできてなかったら絶対攻撃当たってなかったんじゃないか。ロックオンという機能に助けられましたね。というか今からですけど、今回はプロビデンスガンダムに乗ってるんですね。新しく手に入れたからね。使った感じドラグーンが結構いい感じにダメージを出してくれるから強いんじゃないかな。やはりどの時代も分子ステージが強いんですね。よし、2つ目の監視塔破壊完了。いつもと比べて規模が小さい。そうだね。明確なのは、カミーユ君がいないってだけかな。ディレクトリをまたいで散ってしまった鉄火団メンバーのデータは？今のところ無反応だね。でも、この時代の火炎モビルアーマーと火星のモビルアーマー、その紐付きでブレイク現象が起こる可能性は十分にあるよ。確かに皆さんの言う通り、今回のミッションには他の時代のモビルスーツとかいないですね。一応ブレイクミッションなんだけどな。まあでもカミーユ君がいないってブレイク現象は起きてるみたいだし、これから起きたりするんじゃないかな。クワトロ隊員、ソーサーとカミーユ君とはどういった関係なんでしょう？それは気になるな。連邦のモビルアーマー、サイコガンダムのパイロットだ。ニュータイプ研究所の一つ、ムラサメ研究所の被験体。彼らもまた戦場で出会ってしまった。アムロさんと一緒でカミーユ君も悲劇の出会いをしてたんですね。僕ポーのことはガンダム無双でしか知らないから、こういった話をしてくれるのはありがたいね。影響を与える力が備わっている。カミーユ君はそれに取り込まれてしまうと。彼はポーを自分の手元に引き寄せられると思っているだろうな。敵味方だって分かり合います。隊員みんなで協力して助ければ。いや、ポーの意識はもっと強制されて人為的に作られている。薬物と催眠療法だな。人工的に精神を作る。あ、大事な話っぽかったのに。まさか監視塔を全部破壊したら会話が途切れるなんて思わないじゃないか。でもクワトロ隊員の話を聞く限り、カミーユ君はポーと分かり合えると思ってるみたいだけど、現実的には厳しいって感じみたいだね。どうにかできないんですかね。敵みたいなことが起きれば分かり合えるのかもね。で、ここでブレイク現象が起きるのか。地球に降りたと思ったらまた戦闘か。まったく、アキヒロくんじゃないか。まったくどこにいたんだよ、探したんだぞ。今回のミッションは全然ブレイク現象が起きませんでしたから、てっきり来ないのかと思いましたね。何も起きないってすごい不安になるよね。まあこれでとりあえず鉄火団メンバーはある程度見つかったし、ハシュマルと戦う準備は完了かな。あとは残りのブレイク現象を修正してブルーミッションを終わらせるだけですね。まずはアキヒロくんと一緒にで鉄火ブルーマを倒していきましょう。ブルーマならドラグーンですぐに一掃できそうだね。テミスターも一緒にでできてるじゃねえか。どうやら一
初に出てきたみたいですね。ミスターは他のどこと違って少し強いからできれば手早く倒したいな。よし一撃破。博多も頑張って戦ってますね。これは変に仲間の HP が削られる前にミスターを手早く倒さないとね。ついでにプルマも倒してと。もはやついで扱いなんですね。おっこいつは追加のミスターかな。まあ追加されたところですぐに破壊するんだけど。でお前ら僕が狙ってるやつにそんなに集まらなくてもいいって。ちょっとカバーの意識が強すぎやしないか。チームワークはあるってことですから。これはこれはなかなかのメンツが揃っているな。アッカーネス探索気ぶりですね。なんかあれだけしっかり管理しつつるにバレないように協力するって話し合った後だと助けに来てくれた感がすごいですね。一応敵として出てきてるから助けに来てくれたってわけじゃないんだけどね。まあバレないように攻撃はしていこう。いくらバレないようにって言っても初手スペシャルアタックはやりすぎなんて。こういうのはやりすぎくらいがちょうどいいんだって。大丈夫、撃墜してもきっとカーネスさんなら生き残るよ。なんでも敵にいないですか。パイロットのデータを集めてるの。一体データは集まったから今度はパイロットのデータを集めて最強のパイロットでも作ろうとしてるのかな。やっぱ管理システムレディユン取られてそうだね。ユノちゃん普通にバレそうになるのやめてくれないかな。意外と抜けてるところがありますよね。抜けてるで管理システムにバレないでほしいんだけど、今回はギリギリバレなかったからよかったよ。これはもう変に時間をかけてバレそうになる前にサクッとハーネスさんを退場させた方がいいかもしれないな。正直ユノちゃんとハーネスさんの会話はうちバレてもおかしくない感じですもんね。そうとなれば作戦変更だ。さすがに協力してもらってるって事情があったから甘い攻撃をしてたけど、ここからは本気で戦っていくと。まずは残してた仲間のスペシャルアタックを使って HP とバランサーゲージを削ってと。意外と仲間のスペシャルアタックで HP を削ることができましたね。これは想像以上だね。それにあと少しで僕のスペシャルアタックも溜まりそうだね。溜まるまでは近距離で頑張って戦っていこう。プロビデンスガンダムスドラグーンとかを使って遠距離で戦っていくったいじゃないですか。僕も最初はそうだと思ってたんだけど、ドラグーンのオールレンジ攻撃以外は近距離の方がダメージが出るんだよね。だから近距離で格闘を交えながら戦うのが一番ベストなんだよ。なるほど。ふふ、機体を完全に理解した僕に資格はないぜ。資格はないかもしれないですけど、弾薬もないですよ。リロードされるまではとりあえず格闘で時間を潰せば大丈夫だよ。よし、スペシャルアタックも溜まったし、早速撃つか。これで誰だけ削れるかですね。一応回復はあるからまだまだ戦えるけど、できればこれで落とし切りたいね。無理でした。と、アッツヤでも仲間が攻撃してくれてるし、ドラグーンも撃ってるからこれ削り切れる可能性もあるぞ。その間に僕は回復をさせてもらいます。うん、間に合った。さすがに削り切るのは厳しかったですね。まあここまで削れてるならいいでしょ。あとは適当に攻撃すれば。よし撃破。この相手では厳しいか。だが必要データは取れた。近いうちにまた会うことになるだろう。果たしてそれは敵としてなのか仲間としてなのか。まあ敵でしょうね。ですよね。まあ何はともあれ、これで鉄火団メンバーは全員見つかったね。ディレクトリをまたいだ大捜索終了ですね。ここからが本番だと思う時が思うよ。ハシュマル戦のために準備しないとですね。これはレベル上げをしないといけない展開になるかもね。リベイクフルシティ、ブレイクアウト成功。じゃあ私たちも。待て、彼らは一体何者だ。ユノ、君たちは知っているのだな。僕にも聞かせてもらいたい。そもそも本当に君たちはカラバの人間か。アムロさんたち、ちょっと勘が良すぎませんかね。これ以上言うといらないことまで喋らされそうですね。歴史に影響が出ることを喋る前にブレイクアウトしよう。さてと、ブレイクミッションが終わったから次は残ってるブルーミッションをやっていこうか。今回はティターンズの拠点であるキリマンジャロ基地の攻略戦だね。詳しくはさくらちゃんに説明してもらおう。あの時から少し先の時間軸だね。神指団君が強化人間であるフォー村雨さんを基地から救出した直後、助け出した。やったじゃない。クワトロ隊は強化人間の意識は人為的に作られてるから助けるのは無理だって。残念ながらそれは間違ってない。やっぱりサイコガンダムのデバイスに過ぎないんだよ彼女は。身柄は確保したけどって感じなのかな。どちらにせよ救いがないんですね。そうなったら小隊長と私で。未来は分かっていながらただそれを見据えるなんて。いや、さすがに未来を変えるのはヤバいと思うんだけど。ユノちゃんも管理システムみたいに歴史に介入しようとし始めましたね。神ユは
私のことを知った。知っている人がいてくれるから生きていけるんだろう。それじゃやっていこうか。流れ的にサイコガンダムと戦う感じですけど大丈夫なんですか。任せてくれ。して僕もビブザム戦で学んだからね。今回はしっかり実弾系の武装もついてる機体で来たんだ。それがアレックスなんですね。アッソの反応、アレックスを舐めとるね。まあやっぱりバルバトスとかの方が強いのかなって思っちゃいますよね。見た目もかっこいいですし、バルバトスとかレニンレイズジュニアも悪くはないんだけど、さすがにモビルアーマー相手に近づくのは怖いからね。それに比べてアレックスは実弾系の武装を遠距離で使えるのがいいんだよ。まあ確かにモビルアーマーの足元にいるのは怖いですから、離れて攻撃できるのは強いですね。それに実弾系だけじゃなくてビームライフル装備なのも評価が高いポイントだね。どっちも装備してるから、ビーム兵器に耐性があっても実弾兵器に耐性があっても戦えるはず。あそこは自信がないんですね。まだこのゲームで耐性が高すぎて削れませんとかなったことないからね。そんなことになったらピノストが出てきますからね。え、それでもしかしてビーム耐性とかってそんなに気にする必要なかったりする。さすがに多少のダメージ軽減はあるんじゃないですかね。アップデートで難易度が少し下がってるみたいですし、気にしなくてもいいのかもしれませんけど。入出者の方その辺よかったらコメントでご意見お待ちしております。さてと、それである程度掃除も終わったし、先に進んじゃおうか。そう、戦っちゃいけない。君は病気なんだ。お前たちは私をいじめに来た。私から記憶を奪ったのはお前たちだ。そう、止まれ。よし、それじゃサイコガンダム討伐をしていきますか。予想通りサイコガンダムにもビームバリアみたいなゲージがあるね。クワトロ隊も一緒に撃ってくれてますから、ビームライフルでも十分戦っていけそうな感じがあるんですが。いや、ここから実弾攻撃だからこそできる削り方で一気に削っていくから、トラが豪華でこんなに削れる。確かに想像以上に削れてる感はありますね。おいおい、その攻撃当たるのかよ。これサイコガンダムの格闘見た目より関係が長いな。しかもタックルもありますと。格闘を寄せるのは難しそうですね。これは一気に勝負をつけないとこっちが追い詰められそうだね。ここはスペシャルアタックを使っていこう。アレックスのスペシャルアタックって攻撃じゃないんですね。アレックスは他の機体と違ってセガムアーマーを装着するのがスペシャルアタックだね。装着することで能力が強化されて武装がちょっと変わるよ。こんなスペシャルアタックもあるんですね。ふふ、こうなった僕はもう対サイコガンダム最強と言っても過言じゃない。サクッと落としてやるぜ。サリンに君はボーを必要としてるのに、マイスターさんは普通に撃墜しようとしてるんですね。普通にしてもサイコガンダムの動きを一旦止めないといけないから、というかチョバムアーマーつけていうのもあれだけど、弾が結構きついな。結局リロードが終わるまではサイコガンダムと殴り合いの戦いをしないという。でも殴り合いはさすがに対策者がありすぎませんかね。ちょっと HP がまずい感じになってきたね。一旦回復したいけど許してくれるかな。頼む、みんな少しの間時間を稼いでくれ。うん、なんとかダウン前に回復を倒すことができたね。そしてリロードも終わったので、ここからは射撃の時間と。バルカンはあんまり食らわないのか。ダメージがないわけじゃないんですけど、さすがに必死すぎますね。バルカンは積み重ねの武装だから仕方ないね。で、そんなことを言ってたらチョバムアーマーの時間終わっちゃった。いや、終わってもスペシャルアタックのゲージは7割くらい溜まってます。すぐに使えますね。スペシャルアタック中にスペシャルアタックのゲージが溜まるって冷静に考えて結構ズルだよね。これうまくやれば一生チョバムアーマー生活も夢じゃないな。さて、そんなことを言ってる間にスペシャルアタックゲージも溜まりそうだね。速攻に壊滅していきたいところなんだけど、ここはまずバズーカを打ち切ってと。チョバムアーマーの武装が壊滅効果を最大限利用するために打ち切る判断はさすがですね。僕はもったいないお化けの化身だからね。そして打ち切ったところで2着に装着。ここまで完璧だ。チョバムアーマーさえつけてしまえば格闘でも戦いやすくなるし、もうサイコガンダムは終わったな。はいはい、弾があるうちは遠距離から削っていくよ。ジュリエッタちゃんが兵装活性してくれたおかげでフリーで攻撃できましたね。いい感じに役割分担できてるね。さて、バズーカも打ち切ったし、ターゲットも毒になったから、ここからは近接戦闘にシフトしていこう。チョバムアーマーのタックルは結構ダメージが高いですから、近接戦闘でダメージを稼いでいきたいですね。あんたにはプレッシャーだ。サイコミオンが人の心を具現化させているのか。ここでビブザムでもあったオーラをまとう状態になったか。あってね、まさかゲットガードが成功するなんて。とっさのことだったから狙ったわけじゃないけど、ガードが間に合ってよかったよ。でもここに来て攻撃パターンを変えてくるのか。射撃をしてくるようになると少し面倒ですね。アップダウンした。これはチャンス。ここで一気に削り切るんだ。
フォー、サイコガンダムのコックピットにいてはいけない。なんとか撃破できたね。想像以上にアレックスが活躍しましたね。完璧な読みだったね。さてと、これでこのミッションは終わりかな。スターンズのモビルスーツが接近中です。気をつけて、タイさん。え、まだ続く感じ。修正は完了。ブレイクアウトするよ、ゆめ姉さん。ここからは私たちは関係の引退ですね。クワトロタイヤとは頑張ってくれ。そんなわけでブレイクアウトしたけど、ユノちゃんは納得いってないみたいだね。マーフォーを救える可能性がありましたもんね。正気に戻ったの？戻ったよ。戻ったけど、あの後キターンズのジェリドメサ注意の強襲からカミーユ君を守って。おいおい、ジェリド、そんなことをしてたのか。ガンダム無双だとこういったところ語られないからわからなかったけど、もしかしてジェリドって結構クソ野郎だったりするのかな。これは一旦データガンダムを見る必要が出てきましたね。ガンダム勉強会を開催するしかないか。こんなの救いがなさすぎるじゃない。それだったらそのジェリド注意ってのを。さっきも言ったけど、歴史を変えちゃダメなんだよ。神様にでもなるつもりなの？確かにユノちゃん、ハーメスさんと話してから歴史改変をしようとしてるね。管理システムっていうのも歴史に干渉しようとしてるし、これユノちゃんが実は管理システムでしたとかないよね。さすがにそれは話が難しくなりすぎるからないと思いますけど。そうだといいんだけど。まあでも今回で鉄火団メンバーは全員見つかったし、ハシュマルとの戦いはできそうだね。次回こそはハシュマルとの決戦になるわけですね。果たしてハシュマルの実力はいかに。そんなわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。それが今、私たちがやらなきゃいけないことだもんね。変えたい未来に見据える。でも、ガンダムに関わる未来は変えられない。何か、ちょっと引っかかる。